はいはですね、スリランカの、キャンディーとこにいます。でここはですね昔、コートだった場所、王国があってそこの、書だった場所です。今、スリランカ、その後コロンボですって、でそこからスリジャワルダナプラコットですね、チリとかで習った人は覚えてると思うんですけどね、かなり言いづらいスリジャワルダナプラコットです。昔のことで、その中で世界遺産の、物資寺、これになってます。人々がね、スリランカ人多くここに参拝してます。すごいですね、これ中広いです。で、爆弾テロが1996年か98年にあったんですけどね、30人ぐらい亡くなってます、ここで。なのでかなり今警戒してます。で、中に入るとガイドね、するとか言ってくるの、後でそれはお金取られるんでね、そういうとこ事前にね、知っといた方がいいです。あとは例えばここ中入ってくれって言って、で喧嘩してくれって言って、その後お布施みたいのを、ね、されたりとかね。2000、ルピーですね、1000ルピーって高い金が置いてあってね、高く払わなきゃならない雰囲気を作らされてしまうってなります。すごいですね、これ仏教国なんでね、日本と同じような感じの人が多いです。でもちろんね、キリスト教徒もイスラム教徒、ヒンズー教徒もいるんでね、まあ、いろんな民族はまあタミル人、シンハラ人が主ですけどね、仏教、70%、キリスト、イスラム、ヒンズー教 10% ずつぐらいです。